皆さんこんにちは、今日はこのパイロットのコクーン、この間紹介したやつ、このパイロットのコクーンをちょっとね、いろいろ書き倒してみようかな。たくさん書いてみようかなと思います。もうとりあえずこの間、今の僕のお気に入り、一番のお気に入りがこれですみたいな話をちょっとしたんですけど、これキャップ開ける音も好きなんですよね。ピョン、この音、タッタッタッって感じで、ちょっとね、今ここにあるこの紙は100円ショップのルーズリーフの無地のやつ、なんかあれだね、こうやって万年筆のチェックする人って大体こうやって ABC って書いてるよね。だから僕もちょっと書いてみた方がいいのかなと思って、ちょっと書いてみてるけど、感じ。まあやっぱりね、滑らかなんですよ。結構やっぱり僕はおすすめかな、パイロットのコクーン。絵もね、やっぱり描きやすいと、昔々おじいちゃんとおばあちゃんが なんかこう、これ100円ショップの紙なんですけど、ちゃんと書
けるね。そんなに滲まない。はい、というわけで適当に書いてみました。書きやすくて最高です。